仮想集団は山崎豊子の長編小説。1966年1月から翌年2月まで朝日新聞社の週刊誌、週刊朝日に連載され、1967年4月には文芸春秋から単行本が刊行された。1975年には新潮文庫版が刊行された。大阪金音に所属している素晴らしい企画力を持った。 流れ号正幸は同僚たちが密かにフラクション会議を開いているのに疑問を感じ背後に隠れた政治的色彩に翻弄されていく姿を描く小説の人民党は日本共産党をモデルにしていることが容易に想像される実際に当初共産党への取材も行った後に取材ができなくなったことを後書きで記しているまた 作中の勤労者音楽同盟は、勤労者音楽協議会を下敷きにした架空の団体であり、さらに金音と対立する自由音楽連盟も、大阪音楽文化協会を念頭に置いた架空組織である。2021年現在、映像化されていない。山崎豊子の長編小説の中では、絶筆作品の約束の海と並んで一度もドラマ化、映画化されたことがない作品である。 有名な白い巨塔と華麗なる一族に挟まれ、長編の類の中でも知名度が高くないが、政治の手で操られる集団の不気味なエネルギーを精力的に調べながら精密に描かれている。山崎自身は本作において書きにくい小説だったと述べている。作品中に登場した曲目の一覧、ありがとうございます。